サパリとは、かつてソニーが運営していたアバターチャットサービスの一つである。ユーザーはソニーが開発した専用ブラウザであるコミュニティープレイスブラウザを使用して動物や人間などのアバターに扮し、サーバー上の3次元仮想空間、ワールドにアクセスすることにより他の参加者と会話することができた。名称の由来は散歩パークリラクゼーションの頭文字を取ったものとされる。 一時期、同社のパソコンバイオシリーズに専用ブラウザがプリインストールされており、利用料も無料であったためバイオユーザーを中心に多くの利用者がいたが、サービスの有料化、バイオへのプリインストールの中止等により利用者が減少し、2003年1月31日、サービスが終了された。初心者でも馴染みやすい操作性とキャラクターにより、当時の他のチャットに比して、 インターネット初心者を含む幅広い層のユーザーが存在し、ユーザー同士のコミュニティなども多数結成されていたため、かつてのユーザーの間でサービスの復活を望む声も多い。コミュニティープレイスは2002年に販売終了になった。サパリアルファはソニーのスプスストリーム技術を使用したのだ。しかし、本来サパリは昔のサーカスパークと同じく、 ノマ後期によって制作されたワールドであるため試作品である。ソニーの他のチャットに比べればシンプルでプロトタイプ的な存在である。バーチャルリアリティモデリングランゲージで記述された仮想三次元空間であり、ソニーが運営する専用サーバー上に置かれていた。サービス開始当初は公園の一つであった。利用者の増加により蓄次追加されたが、 サービス末期には利用者減少により統合されたものもあった。サパリ専用にカスタマイズされたソニー製のクライアント機能付き VRML ブラウザ、コミュニティプレイスブラウザを使用する。3D グラフィックによるメインウィンドウ及びチャットログ等を表示するマルチユーザーウィンドウで構成される。ソニーが展開しているバイオシリーズにプリインストールされていたほか同社が販売していた。 ソフト、インターネット 3D パックにバンドルされていた。サーバーの稼働は終了している現在でも、VRM l の閲覧を行うことは可能である。動物や人間もモチーフにした 3D キャラクターで数十種類あるが、各ワールドに共通して使用できるものと、特定のワールドでしか使用できないものがある。初期設定では、 ピンク色の猫となっているが、コミュニティープレイスブラウザー上の設定で変更できる。また、ユーザーにより、各部の色や大きさなどをカスタマイズすることができる。バイオにプリインストールするという手法により、サパリは数十万ユーザーを獲得に成功した。しかし拡大するユーザー数に対して、各たるビジネスモデルは存在せず、サーバー費用や運用費用が膨らむだけだった。 その後、サパリはソネットへ移管、有料化されるが、無料だったものを有料化することで、ユーザーが反発。激減したことでコミュニティは崩壊し、収益もほとんど上がらず、その後閉鎖に追い込まれる。当時のノマコーキの開発 PC は DC、モニターは三菱ダイヤモンドトロンであった。グコアニューテック社の 3DCG ソフト、ライトウェイブ 3D のプラグインで、 VRML 出力した。ライトウェイブ 3D でポリゴン数を調整している。開発方法は以下の手順。3D モデリング DXF から VRML へ、コンバート VRML で、オーサリング主に Java でプログラミングし、動作をつける、コミュニティープレイスで動作確認サーバークライアント環境のため、複数台の PC で動作チェック、3D コンテンツ公開オフィシャルサイト公開。 ユーザーグループの管理運営 3D コンテンツ内でのユーザーコミュニケーションサポートモデリングはデザイナーに発注したが DXF 形式ファイルを受け取った後の制作はノマ、NO、が一人で担当したという流れ企画自体ディレクションもノ、NO、マが担当していますサパリのアーカイブサイトありがとうございます